こんにちは、ラクプロデザインです。今回はパワーポイントで角丸図形の作成方法をシェアしてみたいと思います。全部で4パターンほど紹介しますが、汎用的に使えるテクニックもありますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは一つずつ実際の画面を見ながらやっていきたいと思います。それではまずは角丸のひし形を作っていきたいと思います。角丸といえば挿入の図形から角丸の長方形があります。これを利用して作成を進めていきます。まずは画面上に角丸の長方形を書きます。黄色い丸印が表示されますので、こちらを左右にドラッグすることで角丸の R を調整することができます。それではこの図形をコントロールをしながらドラッグして、まずは複製をします。そしてシフトを押しながら回転をかけます。縦長にするためにこの状態で縮小をかけてみます。するとご覧のように形がいびつになってしまいます。これは先ほど図形を回転したために、周りにある回転のボックスまで傾いているために、拡大縮小すると図形が歪んでしまいます。これを解消するテクニックを紹介します。挿入の図形からまずは何でもいいので図形を描きます。そして今描いた図形とひし形の図形両方を選択します。この状態で書式の図形の結合から接合を選択します。すると先ほど傾いていた回転ボックスが正常に戻っているのがわかると思います。この状態で縮小することで形が歪むことなく変形できます。では復習も兼ねて R を変更してもう一度作成をします。まずはシフトを押しながら回転を描きます。次に挿入の図形から何でもいいので図形を描いて、両方の図形を選択して図形の結合から接合を選択して縮小をかけます。このようにすることで角丸のひし形を描くことができます。それでは次は三角形の角丸の描き方をシェアしていきます。挿入の図形からまずは三角形の形を選択して画面上に描いていきます。残念ながら角丸を調整する項目はありません。ではどのように角丸の三角形を作成していくかというと、少し強引な方法でやっていきます。挿入の図形から月の形を選択します。そして画面上に描いていきます。わかりやすいように色を変えておきます。そしてこれを回転させて三角形に重ねていきます。先にやり方を言っておくと、図形の結合にある切り出しを後ほど使います。ですのでポイントは、月の形が三角形から少しはみ出るぐらいの位置に配置するのがポイントです。コントロール D で図形を複製して、これを左下右下にも同じように行っていきます。では配置できたら、すべての図形を選択して書式の図形の結合から切り出しを選択します。するとご覧のように月の図形が三角形から十分にはみ出していなかったので、このような状態ですと失敗になります。ですのでコントロール Z で戻って、改めて月の位置を微調整していきます。キーボードの矢印キーを使って月がはみ出るように微妙に調整を行っていきます。ではもう一度すべての図形を選択して、図形の結合から切り出しを選択します。すると先端の方が切れていますので、選択をしてデリートキーで削除を行えば角丸三角形になりますが、現状まだ切り出された状態ですので、最後もう一度すべてを選択して接合を行っておきます。これで角丸三角形の完成です。あとおまけとしてもう一つやり方を紹介しておきます。今画面上に書いているフォントはコーポレートロゴラウンドというフォントになります。こちらは無料で取得できるフォントになるんですが、このフォントを使って三角形と入力します。すると角の丸い三角形を入力することができます。あとは色を変えて反転してフォントの大きさを変えれば、先ほど作った角丸の三角形と同じような状態の三角形を書くことができます。このコーポレートロゴラウンドのフォントは結構使い勝手がいいので、デザインする際に持っておくと便利です。ダウンロード先は概要欄の方にリンクを貼り付けておきます。
続いては角丸の結合というのをやってみたいと思います。まずは挿入の図形から角丸の四角形を選択して画面上に2つ書いていきます。この四角形同士を連結させてみたいと思います。では挿入の図形からブローチというのを選択します。画面上に書いていきます。ここで黄色い丸印がありますので、これを右の方にドラッグすると、このようにひし形に変わります。あとはサイズを調整して、角丸の四角形にぴったり合うように位置を調整します。わかりやすいように色を変えておきます。位置が調整できたら、すべての図形を選択して、図形の結合から接合を選択すれば、角丸同士を連結させることができます。今やった方法は、様々な図形を作るときにも応用が効きます。例えば画面上のような図形も、先ほどのひし形の図形を返せば、図形を連結させることができます。ではその他の図形の作り方も見ておきます。挿入の図形から角丸の四角形を選択して画面上に書いていきます。黄色い丸印を右にいっぱいにドラッグすると棒状の図形を描くことができます。この図形をコントロールをしながらドラッグして複製を作ります。さらにコントロールをしながら右にドラッグして複製を作ります。左側にも同じように複製を作ります。そしてこの3つの図形を選択して書式の図形の結合から切り出しを選択します。そして不要な部分を選択してデリートで消していきます。あとはもう一度棒状の図形をコントロールしながらドラッグして複製を作って配置や色を調整すればこのような図形の完成です。またマップなどに使えそうな図形として挿入の図形からご覧の形を選択して黄色い丸印を下にドラッグしてやるとこのようなピンの形をした図形も描くことができます。こちらのサイトは角丸の図形を作成できるサイトになっています。作成した図形は SVG 形式でダウンロードすることができますので PowerPoint に取り込むことも可能です。パラメータを調整するだけの簡単な仕様になっています。なかなかパワーポイントでは作成できないような角丸の図形を作成することができます。では一度ダウンロードをしてパワーポイントに取り込んでみたいと思います。パワーポイントに取り込むとこのような状態になっていますので、まずは右クリックから図形に変換を選択します。ここで回転ボックスが斜めになっていますので、最初にあったように回転ボックスを水平になるように調整をしてみたいと思います。挿入の図形から何でもいいので図形を書いて、両方の図形を選択した状態で図形の結合から接合を選択すると回転ボックスが水平になります。それではこれを吹き出しにしてみたいと思います。挿入の図形から月の形を選択して画面上に書いていきます。そして回転させて位置を合わせていきます。両方の図形を選択して接合を適用してやれば吹き出しの図形を作ることができます。ただこれを選択すると回転ボックスが再び傾いていましたので、仮にテキストの編集から文字を入力しようとすると文字が傾いてしまいます。ですので改めて回転ボックスを水平にしてやる必要があります。はい、ということで今回は様々な角丸図形の作成方法をシェアしてみました。この動画が良かったら高評価やチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。